と、トリッシュ、こんな、奴が取り付いてる。トリッシュの精神を貫いて、そのまま自分をも。もう用済みだな、この肉体も、お前も。魂が離れていく。トリッシュの魂が空に消えていく。うおー、矢が、矢は我が手に貫いたぞ。矢のパワーは、この運命からの贈り物は、これで我がキングクリムゾンをこの世の頂点に連れて行ってくれ。貫いたのか。貫けていない。どこか何かおかしい。いや、掴めてもいない。このキングクリムゾンの手が透けて見える。しかもボロボロにささくれて。予測できるのは、ボス、やや弾丸の動きだけか。俺が何をするのかは予測できなかったな。貴様、あんたが見つけたんだ、レクイエムの破壊の仕方を。頭の後ろ、いや、個人個人の自分の精神の背後にあるこの何かを壊せばいいらしいが。あんたは矢を拾いたかったから、完全にはレクイエムを殺さなかったが、俺のを完全に破壊すれば、暴走したスタンド、レクイエムの能力は消滅する。やめろ、ブチャラティ、俺をよく見ろ。ふさわしいのは誰か、もう一度よく考えろ。ブチャラティ、この世で矢を持つにふさわしいキングは誰か。ブチャラティ、矢を支配するには貧弱なものでは務まらない。入れ替わった全ての魂は元に戻る。トリッシュの魂が、トリッシュだ。ミスター、みんな見ろ。おかそ、ブチャラティ、ギリギリだが戻ってきたぞ。あとはジョルノ、任せたぞ。ブチャラティ、あんたの体は今殺すようにある。あの体はジョルノ、俺は生き返ったんだ。故郷ネアポリスでお前と出会った時、組織を裏切った時、みんなゆっくりと死んでいくだけだった俺の心は生き返ったんだ。お前のおかげでな。幸福というのはこういうことだ。これでいい。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。